皆さん、こんにちは、こんばんは。レッドだよーというわけで、今日は本日は川松使っていきましょう。川松がブースト3になったんだから、それは使っていくしかないじゃないというわけでね、玄関今日、はい、見てください、こちらですね。はい、状態以上に、実は強い川松くんというわけでね、そして何より、吹っ飛ばし矢倉竜王もしっかりとついているということでですね、ほんで、吹っ飛ばしたら防御力がしっかりと上がっていくと、最大5回まで吹っ飛ばしたら、50% まで、増加するんで、結構いいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、矢倉竜王で吹っ飛ばして攻撃した時にね、矢倉竜王50% 短縮だから、ガンガンロジャー握られてもしっかり吹っ飛ばしていけんじゃねえのってことですよね。はい、頑張ってね、スキル2をね、短縮していけばね、ガンガン吹っ飛ばせば守れんじゃないのかなと思っております。というわけで、スキル2短縮プラスね、吹っ飛ばしたら、しっかりスキル1も吹っ飛ばしていったら、短縮ね、できるようにしていきたいなと思います。だから、あんまりちょっとね、攻撃力自体にはあんまり今日触れてないメダルなんですけれども、まあ、しっかりと、防御力に持っていって、気絶短縮も全部ね、合計 100% 短縮できるんで、しっかりともう守っていくイメージですよね。頑張っていきましょう。見ていきましょう。271センチあるんですね。意外と41歳なんですね。はい、魚人島出身なんだって。あ、そりゃそうか。魚人やんか、一応な。はい、というわけで、じゃあやっていきましょうか。相方はね、一応ね、今回、ルフィ君入れていこうかなと思います。耐久型でございます。まあ、ずっと守っていきたいけど、川松でね。ほんで、今回で、貯めるのちょっとでも早くディフェンダーね。ほんで、麦わらパラメシア船長新世界、最悪の世代って感じでもしっかりとぶっ飛ばして守っていく。そんなブーストさんの川松をしっかりとお届けしていきましょう。皆さん、よろしくお願いいたします。ご賞味ください。レッツバウンティーライジングショーよろしくお願いします。キャッパのケロマツただいま参上。はい、行きましょう。いいですね、可愛いんだよね、ケロマツは。はい、頑張っていきましょう。まずはとりあえず吹っ飛ばしを5回イメージね。5回できればいいんだからね。まあ、もうホイサっぽいよね、これ。もうほぼホイサやから、これはほんまに。耐えてる耐えてる。いいね。で、ここちょっととりあえず一回取りたいんですけどね。取れますか、一回取れますか。オッケー。ブフバーストそうですよね。ジャストで入って、ワンからの、ここからの、落ち着いて、はい、ヤグラリュー。おお、なんで透けてんの、どういうこと、メナモ川。ちょっと待って、意味わからへんねんけど、なんで透けたん、なんで透けたん、ちょっと待って、わからへん、なんで。ワンからの、あ、ナイス。ちょっとどうしよう、ここ、ジャストで入って、ワン、ツーの、スリーね。はい、オッケー。ほんで、ここからの、ヤグラリュー。オッケー、吹っ飛ばしたぜ。ジジン行こう。オッケー、やれてる。非常にやれている。一回吹っ飛ばしてるからね。オッケー。で、ここ取れ貯めて、150貯めたところを僕が、あ、どうしよっか。あっち取れそうやったら俺が行こっか、あっち。いけるな、それ、いけるな。オッケー。任せろ、俺に。矢倉竜王。腕短くてよかった。はい。まあ、二課の攻撃なんかはこの通りですから、不覚でござった。ワン。はい、ワン、ツー。あ、いいっすね。メナモ川。あ、オッケー。痛えじゃん。はい。まあ、ヤグラ竜王。やれている。ちょっと待って。ちょ、一回、危な。あ、ちょっと待って。あ、まずい。雷か。オッケー。ちょっと待って。これワンチャンあるから、まだあるか。ヤグラ竜王。はい、オッケー。ワンチャンある。ワンチャンあるよ。オッケー。これとりあえず握って。はい。ここをジャスト入って、ワンからの、メナモ川。ワンチャンある、まだある。俺は諦めてないよ。もう、竜王。オッケー。ワンチャンある。抜け。あ、取れた。よし。矢倉竜王。はい。そういうことなんですよね。状態以上に強いですから、うちのケロマツは。はい、オッケー。ワンからの、はい、ワン、ツーからの、はい、ワン、ツーからの、矢倉竜王。いってじゃん。いい、危ないなよ。ワンからの、メナモ川。オッケー。ここ、ワンからの、ここ、ジャストで入っとけ。はい、矢倉竜王。いって。さすがに2対1は、ずっこいと思いませんか、それ。さすのガーデ、ワン、ツーの、スリーからの、ここ、ジャストで入っとけ。無理やった。あー、かん。無理。ちょっとさすがに無理やって、もう限界。矢倉竜王。あー、終わった。やばい。あー、ジャストで入って、ワン、ツーからの、ワンからの、メナモ川。あ、ワンパーン、くっそ。めちゃめちゃ頑張ったやろ、今のマジで。今の2対1じゃなかったら、俺絶対勝ってた自信があるんですけど、本当に。ちょっと待ってくださいよ、それは。ちょっと待ってくださいよ、本当に。ここ、ドド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 ド
今のはずっこいよね。どう考えてもタイマーやっていけてましたよ。ほんま悔しいです。あざした。
アンジェイケーションよろしくお願いします。いや、めちゃめちゃ頑張ってたけどな。さっきの推し悔しいよな。ニカから旗取り返して、あれも守れてたもん、絶対な。あんなずっこいよな、ほんまに。まあ、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。で、ちょっとヤグラ竜王がね、多分目の前すぎたら多分透けるんやろうね。みなもかわーいね。これ移動として使っていきますから、有意義に。そこらの盗人には、はにゃ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 。ちょっと待って待って待って。一回一回一回。危ねえ。身長異国でよかった。よーし、オッケー。とん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 。お前、ふざけんなよ、マジで。それはなしやろ、マジで。ほんまに、もう。おい、ゲロマックス。お前、もうちょい真面目にやれ、お前。お前、もうちょい真面目にやれって、ほんまに。んー、とんとん。はい、しょうがない。まあ、でも8割短縮あるからね。これぶっ飛ばそうよ、マジで。じゃあ、ぶっ飛ばそう、ぶっ飛ばそう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いや、いいよ。これはここからの、これ。よし、やっと一回吹っ飛ばした。オッケーオッケーオッケー。メナモ川いってーなー。よーし、ここやな、勝負は。勝負はここやぜ。勝負ここやぜ。うん、オッケー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 。ほんだら、ほんだら、ここからの、ヤグラ竜王。オッケーオッケーオッケー。で、握る握る握る。カムサリかな。まあ、カムサリぐらいやったら全然いいけどね。取っちゃっていいっすか。あざーす、あざーす。オッケーオッケーオッケー。はい、ワンからの。オッケーオッケー。俺、これカムサリ絶対来るだろ、こんなん。絶対なんか来るだろ、これ。あ、オッケーオッケー。ヤグラ竜王。よーし、防御上がってんぞー。オーケーオーケーオーケー。だいぶ上がった、だいぶ上がった。カムサリからの、これは無理、それは無理で、アグラ竜王。お前さ、ブーストのそれはなしだべ。さすがに、さすのが、でなしだべ。これはちょっと一回取りに行こうか。一回取りに行ったとこ最後か、甘酢で守っていこうよ。あ、取りたいかも、できれば。あ、できれば取りたいかも。あ、ねね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 。ほんだら、ここからの、ここからの。ちょっと待ってや。ナイス、いいね。いや、これね、うわ、そんなことするんや。ほんなここからお前ぶっ飛ばしてやっからな。お前ぶっ飛べ、お前。おらー、お返しじゃ。ほんでここ取るやん。ほんな B 型取れるやん、これ。 B 型取れるやん、おいしいやん。はい、オッケー。ガンガン取って、ガンガン取って、ほんで最後死んで川松でほんましっかり守っていくだけやからね。オッケー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 。ほんなここからのこれでトト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 、あいよー、いっちゃがり。はい、ナイス。オッケー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 。はー、もういいよ、じゃあ取り、はいはい、どうぞどうぞ。どうしようかな。ワンからの開いた。いや、危ないからの、ここ C 型飛んじゃうの巻。はい、オッケー。で、ここ、はいはい、死にません。はい、死にません。残念ながら私死にません。はい、オッケーです。だちょっとまずいです。ちょっと一回帰っていいですか。一旦帰っていいですか。はい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 。いいね。どうするどうするどうする。ほな、僕がぶっ飛ばしてあげるから、それは一回。任しといて任しといて、トト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 トン、やっといて。ほんで、ここ、はい、取っちゃって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 、ところ、俺が飛んじゃう。はい、で、ここ俺取っちゃう。ちょっと待ってや。これちょっと待ってな。しないようにしようか。ほんな、これ。ワン、ツーの、スリーいっといて。で、これ、ちょっと待ってや。ワン、ツーの、スリーいっといて。で、ここさえ取っちゃって。はい、オッケー。ほんで、ここからジャストで入って、ワンからの、何してくる？はい、ドド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 ド。あ、完璧でやる。あ、負けた。ちゃちゃちゃ、今日川松やから。うん、今日川松やから。くっそ。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ、とりあえずちょっと頑張って序盤の方にね、防御力を上げていきたいんで、まあ、4回、5回は吹っ飛ばしたいね。開始ほんの1分経ったんぐらいでね。そうしたらある程度ね、いろんなものに耐えれると思うんですよ。もっとね、頑張っていきましょう。一旦まあだから B 型、頑張って抑えてくれ。一旦ここいようか。カムサリ撃ってくる。カムサリ撃ってくる。無理だほい。そりゃ無理だほい。オッケーオッケーオッケー。ほんのここはヤグラリオーからの、はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあそれ入って、逃げろ。よーし、逃げのメナモカバですね。大事よ、大事よ。で、C 型入ろうよ、C 型。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はいよ、はいよ。オッケー。からの、ヤグラ竜王。からの、ここ、ジャストで入っとけ。はい、ワンからの、はい、ワン、ツーの、スリー。オッケー、もう、だいぶ硬い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 よ。俺、これ、ハンマーは、マジで気をつけよう。これ、マジで気をつけよう。ほんで、ここがヤグラ竜王。オッケー、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 オッケー。だいぶやれてはいんねんけど、ジャストで入っとけ。無理、逃げのメナモカバですね、これはね。メナモ側を逃げで使うっていうことですよ。これ大事ですから、本当にこれ。カムサリンティーラッシュを本当に一回やめていただいて。危なー、ほんで無敵撃て。オッケーオッケー、来た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 。これヤグラ竜王。よし、二人で、二人で、二人で。オッケー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 。いいぞ。うん、すごくやれている。すごくやれている。なんだそれは。あ、ワン、ツーの。オッケーオッケーオッケー。だいぶできてる、だいぶできてる。これ7番、7番、7番。オッケーオッケー。ワン、ツーの、はい、スリー。ワン、ツーの、はい、スリー。オッケー、いいね。ってことは、これがここからのこういうことやんか。はい、
い、そういうこと。で、ブースやからちょっと一瞬離れといて、一瞬離れといて、カムサリするの前に肉を一旦食べといて、一旦食べといて、ヤグラ、リュウオー、はい、オッケー。で、ニカちゃんもう一回入ってきてくれたら貯めれるっていうやつね、これね。で、無敵ブーストのやつ気をつけないといけないからね、これね。はい、ジャスで入って、はい、ワンからの、はい、ワン、ツーからの、うん、いいねー、よしよしよーし。ほんもこれ完璧できてるで、マジでこれ、ヤグラ、リュウオーじゃ、おら、なぜなら、あ、ブーストさんだからー、いいねー。で、ブースト来るぜ。ワンからの、はいはい、ワン、ツーからの、いいよー、ヤグラ、リュウオーじゃー。なぜなら、ブーストさんだからー。いいね、ワンからの、はい、ワン、ツーの、はい、スリーね。はいはいはい、ヤグラ、リュウオー。あ、なぜなら、ブーストさんだからー。なんか言わすね、お前。メナモ川じゃ、おらー。よーしよしよしよし、ほな、ここ、ヤグラ、リュウオー。おい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 。ずっと遊べる。おえー、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 ヤグラ竜王。ずっと遊ぼうぜ、俺と。メナモ川。いいねー。あ、ワンからの、はいよ、無敵ジャストで入って、はい、握るだろ。はい、メナモ川。ヤグラ竜王やった。ワン、ついてて、出さんといて。耐えろ。うわ、あ、あ、あ、もう無理、あ、もう無理かも。いや、諦めるにはまだ早いだろう。おらー、いや、だから2はきつい、2はきつい。ありがとう、ほんまにありがとう、マジで。これ、ここジャスト入ってワン、ツーの、スリーとけ。うわ、耐えてる耐えてる。いや、これいけるいける、諦めんな諦めんな。打て、川松、川松、みなも川押して守ったまあ負けたんやけどね、まあ負けたんやけど、まあ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 負けたんやけど、まあでもこれは実質勝ちっていうか、まあまあ実質勝ちっていうか、よろしく。はい、じゃあラスト行きましょう。よろしくお願いします。ラスト一勝、ちょっとケロマツくんにね、届けてあげたいんですけれども、頑張っていきましょう。マジでさっからおかしいよな、なんかな、あと1本でいいのよ。だって旗何も10本くれって言ってないや。あと1本あればさ、あ、間違えた、こっちやった。勝てんのにさ、あと1本がないよね。おかしいよな、さっきからな。この頑張りはマジで、旗あと10本くらいくれても全然いいと思うんやけどな。まあ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 、まあ、お激しいね。うえー、あれ、ロジャー一人消えてるなんでや。あ、もうやれたんか。ほんで、上は取られるだろう。まあまあ、ええわ、別に。まあ、ええわ。ほんで、動いたら速攻で行かれるから、とりあえず、リンリンに任せといて、それはね。ほいほいほいほーい。ほいほいほいほーい。ほい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 。おらーちょ、やばいって、ほんま。おらーワン、ツーの、スリー。いてえじゃー。では、あ、ま、速攻取られるからね。速攻取られる知ってんねんけど、これ、俺、動かんほうがええな。これ、じゃ、みんなあの、エグルフィーのこと無視しすぎちゃう、ほんま。いやいやいや、いや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 、そう？じゃあまあ、どうする？暇やんな、俺らな。どうしよう、これ。ま、行くか、あえてじゃあ、開ける作戦で行く。あえてね。オッケー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 。あえて行こう、あえて。で、ブーストこの辺で俺待ってっから、あ、じゃあそれ入っとけ、無理でした。あ、ちょいやー、まあ、ですよね。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。そういう感じで行こうぜ、今日は。今日はそういう感じで行こうぜ。どうせお前こっち来るやろ、その後な。だろ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 。いいよ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 、どうせあの、俺守れへんところやから。ブースト呼んじゃって。で、ちょっと肉食いに行こうかな、思って。はい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 、肉食って。ほんでこれジェットルフィが飛んでこうへんかな、思って。飛んでこうへんか。あのガトリングかな、これガトリング来へんかな思って、来へんか。お暇やねこれはね。まあ、でも一旦ちょっと食べてさ、みんなお気づきだろうかっていう話で、あと1分なんですけど、1回もまだ防御力上がってないっていうか。これこれどうする、これどうする、これ多分見ててめちゃめちゃおもろない試合やけどな。どうする、これ、まあ、勝てたらよしにする、この試合は。どうする、行く、これ、相手の2時まで行く、これ、行っとく、 OK、 あと1時、よしよし、守れそう守れそう。はいはいはい、ほんならほんならとりあえず食べますね、食べまして食べまして、いいカムサリですね。でとりあえず食べて食べて食べて、どうしようかな言って、2か条150溜まったんかな。ほんだら最後俺が後ろはしっかり守る役目やな、これはな。であとはもう旗は3本目は任そう、味方に。でロジャーが来るなら俺がしっかりと返り討ちにしてやるって感じでね。いやでもこれちょっとアシスト一発やっとかへんかったやばいか、一発やっとかへんかったやばいか。いやでも来るよな、上にな。でカムサリ今ないよな、で無敵やな、多分ブースト中の無敵やな、それはまずいよな。ヤグラ竜王、はい、オッケー、ここは死守するね、ここを死守して勝ったらもうオッケーにしようよ、これは。お
あ、向こう行ったな。ってことはこれもう守らんでいいな。最後じゃあそこやな。オッケー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 、ナイスで。でこれここから落ち着いて、落ち着いてメナモ川とー、はい、ぶっ飛ばした。ジャストで入れ、ワンパーン、勝てた、オッケー。なんやねんなんやねんこの試合全然おもんなかったな、ケロ松な出した。はい、というわけでどうだったでしょうかと、まあね、頑張ってはいたね、本当に愛くるしい顔でもう非常に頑張っていたね、マジで頑張ってたけど、まあそうやね、ブーストさんのケロ松ならいけるかなっていうのの、まあなんか2割下ぐらいやったな、想像のなもうちょっといけるかなと思ったけどね。まあでも意外とちゃんと、でもエネヤグラリューはな、ちゃんと聞いてた部分はありましたからね。はい、骨特性がしっかり相まってね、吹っ飛ばしたら短縮で、またあるんかいみたいな感じでガン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 粘れたところもね、届けられてよかったかなと思います。はい、まあでもだから可能性は秘めてんのかなって思いますけどね。はい、メダルとかもうちょっとなんかいい感じね、もうほんまにもっとヤグラ流を解くからメダルとかできたら、もっともっともしかしたら面白いかもしれませんね。まあ火力もちょっとあった方がいいかもしれへんね、これは。実際もう攻撃マックスとかやったらもっといけたんかなっていう話ですよね。まあまあまあ、皆さんよかったらお手元のケロマツさんでぜひ試してください。はい、というわけで本日はブーストさんのケロマツで、ね、いっぱいぶっ飛ばしてきたでした。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!